東京都の南西部、立ち並ぶ高層ビル群の中にその長さが目を引く施設があります。その施設を持つのが防衛装備庁艦艇装備研究所。我が国の海上防衛において艦艇、水中武器に関する研究や試験を行う重要な機関です。このビデオでは艦艇装備研究所が行っている将来に向けた取り組み、日々の研究活動などについてご紹介します。平成30年12月18日、政府は新たな防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画を策定しました。宇宙、サイバー、電磁波といった新たな領域における能力の獲得、強化とともに、これらと一体となった従来の領域である海空領域などにおける能力の強化も求めています。これを受け、令和元年、防衛省は戦略的な視点から中長期的な研究開発の方向性を示す研究開発ビジョンを策定しました。研究開発ビジョンの中では、いくつかの将来コンセプトが示されています。そのうち、水中防衛のコンセプトとして示されているのは、UUV を中心とした無人機の有機的協調です。陸上司令部等からのモニタリングのもと、多様かつ多数の無人機が有機的に協調し、警戒監視、支援、対処などの水中防衛を自律的に遂行することを目指しています。水中においては自律的な協調行動を取る UUV が複数展開し、水中情報の収集、水中インフラの常時監視などを行います。この研究開発ビジョンの実現に向け、現在艦艇装備研究所が取り組んでいる研究の一つがモジュール型水中無人機です。大きな特徴は、機能に分かれたいくつかのモジュールで構成されていることです。そのため、モジュールの組み合わせを変えれば、さまざまなミッションに対応できるようになります。例えば、長期間航行のためのモジュールをベースに、海底情報を収集する UUV や、水中機器を置いてくる UUV など、モジュール化によってさまざまな UUV を早く安く実現できます。艦艇装備研究所は現在、これら無人水中構想体などを研究する施設を山口県岩国市に建設中です。この施設には大型水槽や高精度なシミュレーション装置を整備します。大型水槽は広さが野球のダイヤモンドより一回り広く、深さが11メートルある巨大なもので、シミュレーション装置が模擬した音を使ったより正確な実験ができます。そしてシミュレーション、各種試験装置による模擬データの収集を実際に海で収集したデータを活用して行います。ここからは艦艇装備研究所で将来の海洋戦能力の獲得に向け重点的に取り組んでいる3つの目標について説明します。3つの目標は、ソーナーシステムの最適化、すべての海洋ビークルのステルス能力の向上、そして先ほどご紹介した海洋無人機の早期戦力化であり、シミュレーション、
各種試験装置による模擬データの収集、実フィールドでの実データ収集を一体的に実施し、研究を推進していきます。3つの目標はそれぞれ、海洋船技術研究部、水中対処技術研究部、そして艦艇ステルス技術研究部と川崎支所で分担しつつ、各担当は密に連携を行っていきます。艦艇装備研究所は目黒地区、川崎支所、栗浜地区、大瀬実験所の4つの地区で研究を行っています。今回は目黒地区と川崎支所をご紹介します。目黒地区は艦艇に関連するさまざまな試験施設を持ち、海洋船技術研究部、水中対処技術研究部、そして艦艇ステルス技術研究部という3つの部で日々研究に励んでいます。目黒地区で最も特徴的なのが、全長360メートルもあるという長い建屋です。中には全長247メートル、幅12メートル、最深部が7メートルという巨大で長い水槽、大水槽があります。この大水槽は国内で現存する最も古い水槽です。大水槽は主に護衛艦や潜水艦といった艦艇の設計に必要となる流体性能を調べる曳航水槽です。台車で曳航し、模型が受ける抵抗や運動を計測しております。台車で模型の船を引き、模型が受ける抵抗や運動を計測。水槽が長い距離を持っているのはそのためです。また敷地の中にはもう一つ巨大な試験施設があります。フローノイズシミュレーターと呼ばれる施設です。こちらのフローノイズシミュレーターは、艦艇や水中武器の流体性能や音響性能を調べる大型の海流水槽です。背景雑音が極めて低い設計であるため、音響計測に優れた試験施設です。潜水艦やプロペラなどの縮尺模型を中に入れ、各種試験を実施、発生する雑音を小さくするなどの性能向上を図っています。続いて艦艇装備研究所川崎支所。こちらは川崎市の郊外にあり、周辺の時期の影響を少なくするよう広い敷地を持っています。川崎支所電磁気研究室では主に艦艇の電磁気に関する研究を行っています。例えば鋼鉄でできた潜水艦などは磁気を発生しており、海の中にいても磁気センサーにより発見されてしまいます。そこで潜水艦の磁気を小さくして磁気センサーに発見されなくする研究、あるいは逆に磁気センサーの研究をして海の中の潜水艦を発見する研究などを行っています。試作品は実験室だけではなく、最終的には実際に使う環境で試験をし、期待通りの性能があるか確認する必要があります。例えばこの機雷探知機も艦艇装備研究所が海でさまざまな試験を行いました。機雷探知機はその他さまざまな試験を行い、自立型水中高層式機雷探知機 OGG5 として装備化しております。また艦艇装備研究所は多くの艦船、ソーナー、そして水中武器などの研究開発に参画してきました。艦艇装備研究所は外部との協力も積極的に行っています。その一つが国際的な展示会などでの研究内容の紹介です。また展示会だけでなく、若手技官を中心に国際会議などで研究内容の口頭発表もしています。
私どものビデオはいかがでしたでしょうか。ご覧のように艦艇装備研究所では海洋における防衛技術のフロントランナーとなり、関連する技術基盤について国内外の研究機関との連携を深めていきたいと考えております。今後の艦艇装備研究所の活動にご期待ください。